おはようございます。今日は2月2日朝5時11分の相場解説になります。昨日長めだったんで今日は手短にお伝えします。今ご覧いただいているのが昨日ですね、2月1日の18時の時点での1時間軸なんですけども、この1時間軸で私が何を考えているかってことなんですが、まずはあと右側にね、赤い線を引いてあるポイントを数字で示してますけども、1つ目、114円の732っていうところがあると思います。こちらが一つ抵抗体になりますので、ここに触れて上昇するということが一個考えられます。次が114円の519なんですけども、まあ万が一ね、一つ目のポイントを破ったとしても二つ目のポイントで反転して上昇することが考えられます。で、それを破っても三つ目のポイント110円の235、ここで反転する、反発することが考えられますので、3つの赤い線を今回も活用していこうと思います。この3つの線っていうのは上昇するときに使った3つの線なんですよね。だからそのまんま下落のときにも使えていけるんですよ。ただ左右対称っていうのがこの上下転換のとき起きやすいんで、こう入ってね、こう入る形ができることもありますんで、3つのポイントとも突き破ることももちろん考えられます。これを前提に、今現在進行形の相場見ていこうかと思います。チャートはこちらです。はい、やっぱ一つ目のポイント価格に絡んでいますよね。ここで横ばいなりダブルボトムみたいな形を作ってますけども、いかがでしょうかね。ここからもし上昇するとしたら、エントリーポイントは強い、大陰線が出来上がったここの価格かなと思ってますね。114円の865を超えたあたりに倍のエントリーポイントが見えてくると思います。はい、そうでなければ下に下がってですね、今度は110円の519っていうポイントに対して同じような考えでエントリーポイントを探すことになりますし、それを突き破っても110円の235でエントリーポイントを探すということになります。本日は以上ですね。はい、今日もありがとうございました。今日手短にお伝えしました。